悲しみ誘うミッドナイト、こぼれる愛をちょうだい。黄色いリンゴをかじってる君は人知れず大人になる。ため息色して迷い込む愛を探して生きて、ようこそいらっしゃいました。山田聖奈殿、瀬戸様がお待ちかねです。ああ、待ってください、ようこ様。あたたた、あらあらあらあ、ちょ、なんだよ。どけよ、涼子様が一番。あなた方はこちらへ。さあ、どうぞ。ついに来た、これが未来の。うはうはこっちよ。はいはい、あもやね、罠とも知らんと。ね、どうなさったの。あ、今行きます、罠と知りつつ。うはうはなんだから、最低一人に二人はつくよな。俺、小柄なセーラー服風とブロンドナース風のがいいね。俺は浴衣の人妻風とチャイナドレスであるある系。コーンはお兄ちゃんって呼んでほしい。おお、お前たちが新規配属員だな。すぐに出発するぞ。シャー、はあ、ごめんなさいね。本来なら国を挙げての歓待をしなければならないのだけれど、ささやかだけれど楽しんでちょうだい。ささやかですか。本当にご苦労様。改めてお礼を言わせてもらうわ。いえ、そんな。照れることはないわ。聖奈殿の働きは大したものよ。ねえ、あまねちゃん。ええ。それでね、あまねちゃん、この人なんかいいと思うんだけど。うえ、年齢はあまねちゃんと同じ、呉服問屋の次男坊で、小鳥さんと話すのが大好きって書いてあるわよ。瀬戸様、とても素敵な方だとは思うんですけど、今は聖奈館長の研修中ですし。あら、あまねさん、それは関係ないですよ。気に入ったお相手ならすぐにお見合いする方がいいと思います。うん、余計なこと。あらあら、涼子さんもそう思う。はい。じゃあ、こんな人なんか人生のパートナーにいかが。私は聖奈殿に一生ご恩返しをすると誓いましたので。そんな気にすることじゃないよな、聖奈。え、はあ。ほら、さっさと結婚すりゃいいってセイナも言って。喧嘩しないの、ちゃんと二人とも面倒見てあげるから。私より涼子さんの方を先に。いいえ、天音さんの方を。じゃあ二人一緒でいいわね。それよりキリコはどうです。そうですわね、キリコさん真面目でそういった噂は全く聞きませんし、言っていないし。キリコのやつ。んじゃ
ちで詳しいお話をしましょう。やめろ、話せ。セーナ様、セーナ様、すごいご活躍だったそうですね。お話をお聞かせくださいまし。え、はあ。ねえ、セーナ様、今晩私にお世話させてくださいまし。ずるいわ、私も。あの、お世話って。もうおとぼけになって、よっとぎ。おーえぇ、ー、何やってるの？あら、キリコいたの？セーナちゃんは、まだ15なのよ。それより、後ろ。後ろ？ちょうどよかった。あなたもお見合いしましょう。私は、セーナちゃんの邪魔しちゃった。セーナ様、やめて。今度は何ですか？そんな怖い顔しないの。この箱の中身が気になってるんじゃないかと思ってね。これが王家の木の種ですか？ええ、海賊たちは J オリジナルと呼んでいたみたいだけれど、数万年前破壊された王家の船から行方不明になっていたものなの。ずっと宇宙を漂流していて、最近海賊に発見されたことは突き止めていたんだけど、取り返すには全面戦争になりかねないから今まで手出しができなかったのよ。なるほど、海賊が目の色変えて追っかけてくるはずだわ。そんなにすごいものなんですか？第三世代だと太陽系規模の戦艦を常時戦闘態勢にしておけるくらいかな。太陽系！この梅干しの種みたいのが？セーナちゃん、これを取り戻してくれたのは涼子殿のお仲間よ。そう言っていただけるのは光栄なのですが、なぜ私がこんな格好をさせられるのでしょうか。第一、この紋章は滅亡したバルタギルド総帥一族の紋様、その名を姓にいただいているとはいえ、みだりに使用して良いものでは。あなた、生まれて間もなく生体調整を受けたわね。はい。その際に遺伝子にプロテクトがかけられていたの。先日 GP の方で採取されたあなたの遺伝子データからプロテクトを外して再現されたオリジナルがこれよ。そしてこちらがバルタ総帥の遺伝子データ。バルタ総帥の遺伝子データ？バルタの姓を持つ海賊は多いわ。けれど、彼らはそのほとんどが先祖がバルタの構成員だったというだけのこと。知ってた？うん、ちっとも。だけどあなたは違う。本当の意味でバルタの名を継ぐものなのよ。私がバルタ総帥の？正確にはひ孫ということになるわね。そしてもう一つ、バルタは滅亡なんかしていないわ。現在ジュライ領内にバルタ総帥の治めている自治州があるんだけれど、次の銀河連盟総会で承認され次第独立王政国家となる予定なの。じゃあ彼女王位継承者ですか？嘘、お姫様なの？おお、これは瀬戸様、ご機嫌うるわしゅうございます。お久しぶりです国王。わしとしたことが。あの瀬戸様、元バルタの総帥、そして初代バルタ王を襲名なさるあなたのひいおじい様よ。そんな感じだ。これ目元といい、立ち居振る舞いといい、あの子にそっくりじゃ。会えて本当に嬉しいぞ、涼子ちゃん。私、両親が亡くなった後は天涯孤独と思っていました。でもまさか。その理由は今から話すことに関係あるでしょうね。涼子殿、王国が独立する際にあなたのことを発表しようと思うの。バルタ系やダルマーに不信を持つ者、海賊をやめたい者たちを受け入れれば、ダルマーギルドの力を弱めることができるわ。実はもう王宮にお前の部屋を作らせているんじゃ。旅館の手配も始めておるし、音楽隊は歓迎パレードの練習に参っているからな。今日こっちに来ても大丈夫じゃぞ。あ、すまんすまん、お前にもいろいろ都合があるものな。今日明日などとはいえ、いつでもいいんじゃよ。お、やめてくださいよ、涼子さん。何してんですか。申し訳ありません、ひいおじい様。いいえ、国王陛下、私は一生このお方、私を救ってくださった聖な殿にお仕えする覚悟です。ですから王国には行けません。一生なんて軽々しく口にしていい言葉ではないわよ。
自分の行動がどんな意味を持つのか分かっているわね。一生セイナ殿にお仕えします。アイリが気に入るわけね。というわけらしいわ。義理に熱いのは血筋じゃないかしら。うん、そこまで言うなら仕方がない。ではセイナ殿を次期国王ということで二人してくるのはどうだ。え、ダニエル、なぜ瀬戸様まで。しかし困ったの。このままではバルタの王位はいずれ宙に浮いてしまうぞ。ひいおじい様はまだお若いのですから、世継ぎをお作りになったらいかがです。おばあ様の妹か弟を。おお、それもそうじゃ。若い自分はモテモテバルちゃんの異名を取ったらしいじゃ。今でもちょいとその気になれば。のお嬢さんだった。立体映像なのに殴らなくたって。ひいおじい様、このドレス本当にいただいてよろしいんですか。うん、継承権を放棄したとてお前がわしのひ孫である事実は変わらん。それにバルタの姫であるという事実もな。よく似合っとるぞ。いつでも遊びに来ておくれ。それまで音楽隊にはずっと練習させておくからな。ありがとうございます、ひいおじい様。これからもお元気で。セイナ殿、良子のことしっかり頼みましたぞ。はあ。それでは。本当にいいのかしら。国王陛下お困りのようだったけど。あまねさんこそ早くお婿さんを取ってカウナックの後を継がないと。ご両親お困りでしたよ。セイナ殿、船の修理当分時間がかかるようなの。よかったらもうしばらくここでゆっくりしていってはどう。嬉しいんですけど俺研修中ですし。大丈夫、許可取ってあるから。え、瀬戸様。あ、どうして私ばっかりこんな。ずるいな、瀬戸様ばっかりゼナ君と遊んでずるいな。あらやだ、私結構うまいかも。あ、すごい。山田聖奈殿。え、山田聖奈殿ではないのか。そうです、山田聖奈です。いろいろと大変であったな。本当に礼を言うぞ。いえ、そんな、それが仕事ですから。すっごい迷惑であることは重々承知であるが、まあ天才だと思ってすっぱり諦めて付き合ってやってくれ。は、あの、おかげでしばらくはわしやあずさのやつも仕事に専念できる。お前はわしもこの800年あいつに振り回されっぱなし。あの、どちら様でしょうか。おう、これは失礼した。わしは神木うつつみと申す。瀬戸のその連れ合いだ。瀬戸様の。すまんな。まあ瀬戸にはあまり逆らわんことだ。反抗的な態度はあいつを喜ばせるだけだからな。おお、観光中だったか。ではわしが案内してやろう。まずは従来名物。あのどうかしたのか。いえ、ちょっと髪だけが。自分の乗ってきた船が気になっちゃって。うん、ならば見に行こうではないか。案内しよう。はあ、すみません。うつつみ様、セイナ様、そこから早くお出になってください。ん、ここがどうかしたのか。え、そのあたりは先日美咲様が大穴を開けてしまって復元処置中なので。結果危険だと申し上げようとしたのですが。噂通りの運の悪さだな。あのどんな感じですか。時間かかりそうですか。修理は不可能よ。え、目に見える部分ももちろんですが、船の流骨ともいえる部分にも大きな歪みがあります。波の船なら涼子殿の救助以前にバラバラになっていたでしょうね。それじゃあこいつは敗戦ということになるわね。
頑張ってくれたんだな。今までご苦労さん。どういたしまして。え？まさかな。何がまさかなの？あ、え？君は？私、ネージュ。ネージュ。お兄ちゃんの名前は？俺は山田聖奈。聖奈お兄ちゃん、この船とお話ししてたでしょう。いや、そのこの船もね、聖奈お兄ちゃんにありがとうって言ってるよ。え？あ、ちょっと、何なんだ、あの子。いい気持ち。飯食って風呂入って完璧温泉旅行気分だよ。船に乗ってるとなかなか湯船には浸かれないものね。すごい温泉ですね。木の中とは思えませんわ。ここの人間並みにむちゃくちゃだよな。いいよ。もう上がるの？すみません、そろそろ聖奈様の背中を流しに行かないと。ちょっと待って、私が行くわよ。いいんです、これは聖奈様にお仕えしている私の役目ですから。そんなこと誰が決めたのよ。私が決めました。あまね、ダメよ。第一聖奈ちゃんは男湯にいるのよ。ですから私が出向かないと。そうじゃなくて、あんたが出しゃばる必要はないの。聖奈の背中は私が一番流し慣れてるんだから。背中を流すのはカリキュラムには入っていないはずです。今から入れるわ。だったら正規の手続きを踏んでアイリ様に許可をいただいてください。現場の判断は臨機応変にだ。ちょっとあなたたち、恥じらいしたものはないの？くじ引きにでもすれば。くじ？なんで4本あるの？さあ行くわよ。よし、練習終わり。さあ本番本番。ちょ、あなたたち。今度こそ恨みっこなし。さあ行くわよ。よし、本番の練習終わり。さあ次こそ本当の本番。なんかやっと人心地ついたな。せーな殿。え、ああ、瀬戸様、ここ男湯ですよ。知ってるわよ。37回目の練習終わり。背中流してあげようと思って。自分で洗えます。じゃあ私の洗ってくださる？え、100回勝負ね、100回。私じゃ不満と？そういう意味じゃ。いいのね、だったら。ああ、これで文句ないでしょ。もう絶対私行くから。ああ、私ですけど。ちょっとダメだって。どうキルキルか、どうしてください。キルコちゃん、ダメよ。お嬢様とお姫様か。涼子様とは別れ別れだし、ウハウハはないし、NB はさっさと逃げちまうし、ついてないよな、俺が。
本堂配属されたオペレーターだ。よろしく頼む。アランです。コホンです。マリーです。おおおお、ナオコです。よろしく。イエーイ。荷物のお礼ですか？でもいろいろとお世話になりましたし、これ以上何かいただくわけには。いいのよ、あなたにって預かったものだから。瀬戸様、これは紙だけがああなってしまったのだから、代わりの船が必要でしょ。名前は好きなようにつけてちょうだい。プロフェッサーワシューの作った心臓戦艦よ。プロフェッサーワシューに？これいただけるんですか？その代わりといってはなんだけど、あなた方に頼みがあるの。あ、メイジちゃん。この子をある場所まで運んでほしいの。危険な任務だけれど、あなたたちとこの船があれば可能なはず。お願いするわ、セイナ殿。よろしくね、セイナお兄ちゃん。こちらこそ。嬉しいな、お兄ちゃんと旅ができるなんて。あまりいい旅じゃないかもしれないけど。ワイをのけものにしてうまいかなんて許さへんで。待っとれや、従来の姉ちゃんたち、ほんまの男を見せたうで。むちゃくちゃしたうで、このおおやろ。ああ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 あ頂いたプロフェッサーワシューの作ったという心臓戦艦、その処女航海でネージュちゃんをとある場所まで運ぶことになった。ネージュちゃんって何か新しい妹って感じがするな。次回、天地無用 GXP 小さな標的現る。